よいしょ。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。鹿児島県議会議員の宇都恵子と申します。本日は9月の27日水曜日、常任委員会が9月の議会の常任委員会2日目がトラちゃんこんばんは、お疲れ様です。ありました。2日目が終わったところで、今は6時12分です。母が息子を迎えて6時15分まで見てくれる約束なので、あと3分しかないんだけど10分キャスをして息子を迎えに行こうと思います。あ、Sですさん、こんばんは。今日もありがとうございます。昨日もありがとうございます。いつも何時ぐらいから始めてるんですかというご質問ありがとうございます。時間はとっても不定期でございまして、なんか最近毎日とにかく10分だけでもツイキャスをしてみようという試みをですね、今日で5日目4日目くらいかなしてるんですけど、おのずと息子のお迎え直前にツイキャスを始めて、バタバタして息子を迎えに行くっていう感じで、ここ何日かはこの何ですかね、6時ぐらいとか7時前とかにキャスをしてる感じです。以前は結構夜中にしてたりしてたんですけれども、はい、今はですね9月議会中なので、だいたいその委員会が終わったりとかってするのが5時前とかだったりするので、そこから帰ってきて、で息子の迎えの前にっていう感じです。昨日どうしても9月中にインボイスの話をしたいんですっていうことで、常任委員会のお話とインボイスの話としてて、全然途中で話が終わってしまったので、今日はそこもまた少しだけでも話そうと思って今、お話しさせていただき始めました。今日は常任委員会2日目で、警察本部と、あと、危機管理防災局の、委員会がありました。危機管理防災局の県政一般の質問を、ちょっと失礼いたします。しまった、これを消し忘れた。よいしょ、これで大丈夫。失礼いたしました。原発関連のことをちょっと今日は聞いたりしていました。ですね、原子力規制庁が今年の3月に、公表をした九州電力さんの、何ですかね、九州電力さんが新基準に、新基準に適合した、資料がないと全然言えない気がする。防火対策のちょっと、防火対策の、その何ですかね、安全対策がちゃんとできていなかったよ。だけれどもすごく軽微なことだし、他のやり方で、まあ、同等の水準まで安全にを保てるから、まあ大丈夫でしょっていうことを今年の3月に原子力規制庁が公表していた問題について、一般質問で平幸男さんが質問をしていて、それをの答弁を受けての質問を今日は一生懸命私もしたんですけれども、なんというかこうまだまだこうまだまだというかな、うまいこと質問ができなくて、うまいこと質問ができないなと思った次第でした。またその話については資料を手元に持ちながら皆さんに解説したいと思います。正確な言葉が出せないので申し訳ありません。で、今日はインボイスの話を昨日の続き、よかったら見てくださいって言った手前、見てくださいって言いたいわけじゃないんですけれども、ちゃんと
責任を果たさなきゃと思って続きを話そうと思っております。ね、昨日どこまで話したかな。その結局インボイス制度が何がこんなに問題だっていうところで、でなぜ私は国政の話にもかかわらず県政の自分の一般質問でインボイスを取り上げたかというとなんですけれども、ですね、その選挙に出る前にというか、この一生懸命皆さんに挨拶回りをしている時に、私はかなり道端にいる人にも声をかけていくタイプなんですけれども、工事現場とかで休憩されてる若いこうお兄ちゃんみたいな方たちとかにもこんにちはって言って話しかけたりですとか、あと天文館のガードレールに座っている 4,5 人ぐらいで、まあこうちょっと何ですか、たむろってる若い、アルスさんこんにちは、お茶ありがとうございます、たむろっている若いお兄さんとかにお声掛けして、私今度選挙出るんですとか、まあいろいろその県議員なんですとかいろいろ話してると、その最初は名刺とか渡そうとして、いらないですみたいな、なんか政治に期待してないんでみたいな感じでめっちゃ冷たくあしらわれて、でもこう、どんな感じで、まあ政治に期待されてるらっしゃらないっていうのは、やっぱりその私たち大人が皆さんのような若い方たちに対して、まあ、不誠実なことをしてきた政治家の責任だと思うので、よかったら何ですかね、その皆さんのご期待を背いてきた自分、私たちの責任を感じるので、そのそういったことも含めて文句なりなんなり教えていただけたら嬉しいと思いますみたいなことをまあ一生懸命話して、そしたらその若い方が、じゃあインボイスやめてくださいっておっしゃったんですよ。で私は野党の人間で、インボイスには自分も賛成してない、反対の立場であると。だけれども与党ではないからインボイスをやめるってことをその約束ができないんだけれども、でもあなたのというかお兄さんのそのご意見をしっかりと受け止めて、自分は政治家として働こうと思いますって去年の何月かに、10月ぐらいかなに言ったんですよね。なのでそれで、まあよかったら名前だけでも覚えててもらえたらって言ったら、じゃあ名前だけ覚えときますって言われたら、じゃあよかったら名刺ももらってくださいって言って、名刺を無理やり受け取っていただいた20歳だか22歳だかの建設の方とお話ししたことがあって、私はそれをすごくこうやっぱり自分の中の政治課題として忘れてはいけないし、解決したいという問題だったので、であったんですけれども、で今回なのでやっぱりそのそれもあって県政に取り上げたのもあって、でかつやっぱりその人材不足なんですよ、建設業ももちろんで、林業だったり農業もそうですし、まあ、フリーランスもそうですけれども、農業とか人手不足ものすごい顕著ってなってる中で、やっぱりお一人で個人事業主として農業されてらしたら、どうしても1000万円以下の売り上げだと思うし、そうしてくるとその自分の売り上げの 9% がなくなる、そのもともと低い所得なのに、農業なんか特にその所得の低い職種と言われて、それを問題視されているのに、そこをさらに打撃を与えるようなことをしてて、私たちはそれでいいのかしら、いいのかな、政治としてそれは合ってるのかな、いや合ってないよねっていうことを一生懸命伝えたかったわけです。あ、ゆうこ池さんこんばんは、ありがとうございます。あ、トラちゃん期待してないからか、投票には行ってほしいけどな、インボイスは必要ないですよね。そうなんです、まあ国としては正確な
消費税を把握するためっていう目的があるみたいなんですけど、それに何の意義があるの？こんなに個人事業主を絶望というか苦しめてまでその正確な消費税の把握ってそんなに必要かなと思ってしまうんですよね。ちょっと言葉が強いんですけど、あ、ゆうこいけさんお茶ありがとうございます。で、この間県政調査会っていうのがあるんですけれども、その中で土木の、土木部というところの皆さんに質問をさせていただいて、建設業の一人親方さんたちがインボイスに不安を覚えてらっしゃると思うんですけど、そのあたり把握してらっしゃいますかって言って、担い手不足の解消っていうのを課題に挙げてらっしゃるんで、ハルスさんこんばんは。本当に私たちの暮らしは一体どこまで壊されていくんでしょう。トラちゃん、預かり金だから納めるべきと主張する自称コメンテーター、自称弁護士は問題の本質を理解していないのか、はたまたインボイスによって得られる利益が。自称弁護士、コメンテーターがインボイスによって得られる利益があるの？なんか、あれ？官房機密費みたいな？いや、なんかそういうの良くないね、私。預かり金だっていうのはもう裁判であれは対価だっていうふうに確定しているので、預かり金じゃなくて単なる対価なんですよね。なのでその預かり金って言ってらっしゃる方は、それは違うんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、なんだっけ、そうそう、止まっちゃった。その道端でその方以外にも声をかけたその 4,5 人でたむろってらしたお兄さんたちも、いや僕インボイスが嫌なんですけどっておっしゃったんで、え、もしかして一人親方さんですかって言って、ああ建設業ですっておっしゃってて、なんかやっぱりその私の中で若い方たちの政治への不信っていうものが凄まじいものがあって、でやっぱり自分らのために政治してないよな政治家ってって思ってらっしゃる、その失望されてらっしゃる。でそんな失望をそんな失望に寄り添えなくて何が政治家というような思いがありまして、やっぱり今回、子どもの代弁者として、で一番若い今県議員として若い方の代弁者として自分も働かなきゃいけないっていうふうに思っていて、なので私にとってのインボイスっていうのはそういう若い道端で会ったお兄さんたちの、お兄さんたちって言っても私より20ぐらい若いですよ、私お兄さんたちの声を裏切ることなく伝えて、どうにか皆さんの、若い皆さん若いお兄さんたちの暮らしを悪くすることなく良くするような方向に持っていきたいという自分の政治理念の表れでもあるので、やっぱりこの9月30日までインボイスについては、皆さんがこうやって署名を50万以上の署名が集まったり、それを受け取り拒否したりっていうことをそういった、皆さんにと一緒に戦っていきたいなというふうに思っている次第です。家計が不安ですよね。何でも増税嫌になります。トラちゃん、直接的にではなくて裏金とか回ってくるんですかねと勝手に思ってるなんか思っちゃいますよね。私もなんかそんなことを思ってしまいます。増税もそうですし物価も高いですし、
今はお野菜も高いですし困りますねっていうか、ごめんなさい、もう6時26分なのでもうそろそろ終わります。そしてなんかもう私今日本当グダグダで申し訳ありません。ちょっと頭がヒートアップしたので、また今日は息子とゆっくり寝て、また明日からの議会に備えたいと思います。というわけで9月が終わるまでもう少しインボイスの話しましょうと思って勝手におりますので、また明日もよかったら10分ツイキャスお付き合いくださいませ。ありがとうございました。本当に最後ちょっともうてか全部グダグダ、ありがとうございます。アルスさんすみません、ありがとうございました。明日からも頑張ります。ショウさんありがとうございました。ゆこいけさんありがとうございます。トラちゃんありがとう。失礼いたします。